モハンドラゴンのファンの皆様、おはようございます。2022年12月26日月曜日の朝9時半です。先ほど8時頃に子供に朝ごはんを食べさせようとしていたらモハンから電話が入りまして、バイクで事故ったということでした。状況を聞いてびっくりしたんですけれども、朝仕事先に通勤でバイクで向かっていたところ、赤信号で信号待ちをしていたら、後ろから居眠り運転の自動車に突っ込まれて、で50メートルぐらいバイクごと突き飛ばされたということで、ちょっともう気が動転してしまって、ただ本人電話かけてきていて、大きな怪我はなさそうということだったんですけども、ちょっと念のため病院に今行ってきますということでした。なんかちょっと自分の経験がフラッシュバックしてしまって、子供の頃に父親が全部もらい事故なんですけども、交通事故で立て続けになんか4回ぐらい事故ったことがありまして、なんか子供心ながらにすごくショックで、お父さん死んでしまうのかなって思ったのをちょっと思い出してしまって、すいません。とにかくモハンはとりあえず無事なので、この後も皆様に元気に状況をお伝えしていきたいと思っています。で、本当はなんか今日とある大物格闘家の方とコラボの撮影が予定が入ってたんですけども、それもちょっと急な事故で中止になってしまったんですけども、これからも面白いコンテンツたくさん配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえずモハン無事です。ご心配おかけしてすいませんでした。皆様に本当にお伝えしたかったことを気が動転してお伝えしきれてませんでした。年の瀬ですごく交通事故増えると思います。みんな急いでるので、急いだり疲れてるので、本当に交通事故には気をつけてください。モハンドラゴンチャンネルでした。